今日はキャンプに来てます。イエーイ。で今日は雨が降るかもしれないので今日は車中泊をしたいと思います。でうちはこのハスラーなんですけど、これからフルフラットにします。今全部椅子の頭を取りました。はい、来ました。後ろの席を前にペタンコに倒して、前の席を一番前に出して背もたれをバタンと倒す。そんな感じでフルフラットになりました。ここにドッペルギャンガーのダブルエアマットを引きます。でね、どうしてもねここに段差ができるんです。ここにちょっとここの位置とここの位置がちょっと段差できるんで、まあここ足元なんですけど、ここにちょっとしたこう座布団か、まあ、寝袋とかをピタ寝袋とかを敷いて、シーツ付きなんですよ、これ。シーツ付きなので汚れたらこのシーツだけ洗えば、汗かいたらこのシーツをやれば OK っていうやつです。でこのエアマットが膨らむのを待ちます。でそれとまた別で車中泊の大変なところが、まあ、窓を開けると網戸がない、閉めると暑いっていうのなんですけど、そこでこんなの買ってみました。じゃじゃじゃーん。自然の中で快適空間で、これはフロントドア用なんですけど、中にはこんなメッシュが入ってて、もう一つ買ってこんな感じ、こうやってねフロントのドアにこう引っ掛けるタイプなんだけど、うちのハスラーはリアの方がちょっと前よりもね、リアのこっちの後ろのドアに引っ掛けるんです。はい、旦那さんのこのじゃじゃーん、このでっかい大きなこの大きなネットの何これ、タイツみたいなカーテンみたいな、これをねはめていくんです。できますかね、一人でできるかな。あ、できますね。それでこれメッシュで、メッシュが網になってるから通気性もあります。ググッと、この本当はね前のドアにやるフロントドア用なんだけど、でもハスラーだとなんかちょっとうまくならなくて斜めになっちゃうんで、後ろがいい感じです。ここら辺まで下ね入れ込んで、こっちも入れ込んで、はい、閉めます。たれーん、どうでしょうか。そんな感じで、そう、ここ窓を開けてても虫が入ってこない、まあ、ここの隙間でなかなか入ってこないっしょ。本当はこここう、これねペタッて、そうつけるのあるんだけど、こういうガムテープ、ガムテープじゃないマジックテープ、マジックテープとかにこう両面テープで貼り付けたところをこうピタッて止めるやつ、でも車に貼りたくないからこれでいいやって感じで、でこれをこっちとこっち両方にくっつけたいと思います。もう膨らんできて結構いい感じでしょ、うん、これなら2人に十分寝れる。くっつけます。超簡単、これくってこうやってドアに引っ掛けるだけ。ここもねこんな感じでここまで下がるんです。ほら
これで網戸の完成です。最高やん。いいね。いいでしょ。でこれであと夜寝るときにドア開ければ虫も入ってこないし、うん、みたいな、そんな感じです。こんな感じで今夜は車中泊したいと思います。ピンクヘアのクーティア姉でした。今日は夜スタートのキャンプです。悪くなるそうなので最初やめてたんだけど、降ってもいっかみたいな感じで言ってたからね。になりました。おはようございます。こんな感じで車中泊しましたよ。ヘッドはこんな感じで虫は全く入ってきませんでした。網戸大成功です。へい、撤収です。今日は雨の日キャンプを楽しみました。雨の日もとっても気
気持ちいいです。